青混合インコは、超高インコ目標無化青混合インコ族に分類される鳥類。本種のみで青混合インコ族を構成する。ブラジルに分布していた全長55から57センチメートル。尾葉は長い。上面や翼は紫がかった青。頭部や下面は単性灰色。光彩は単行褐色。顔には、羽毛がなく、黒海色の皮膚が露出する。 口しの色彩は黒い。講子の色彩は肺褐色。有刺植物や多肉植物の生えた半乾燥地帯にある農前カズラカからなる紅葉樹林に生息する。果実、種子を食べる。繁殖様式は乱生。11月から翌3月に軌道に巣を作る。野生家では2から3個の卵を産んだ例がある。放卵期間は約26日。ヒナは 孵化してから2ヶ月で巣立つ。森林伐採による生息地の破壊、乱獲などにより生息数は減少した。水力発電用のダム建設、放牧による生息地の破壊、人為的に移入された蜜チ類との競合による影響も示唆されている。1985年にバイヤー北部のサンフランシスコ川周辺で繁殖地が発見されたが、 ほぼすべての個体が捕獲されてしまっている。1990年に生き残っていたオスが発見されたが、このオスは赤ビタイヒメコンゴーインコプライムオリアスマラカナンのメスとペアを形成していた。1995年にはこのオスと交配させる目的で飼育個体のメスが放丁されたが行方不明となっており、おそらく送電線に衝突してしまったと考えられている。 飼育下での繁殖には成功しているものの、こうした前例から飼育下繁殖個体を再導入することに対しての是非が問題視されている。このオスも2000年に目撃例がなくなったことから、野生下では絶滅したとされる。2016年に発見例があるが、飼育個体がカゴ抜けあるいは包丁されたものと考えられている。1975年のワシントン条約発行時から、 ワシントン条約付属書愛に掲載されている。1967年にブラジルでは法的に保護の対象とされている。ありがとうございます。